いしょこんばんは。ちょっと今急いで帰ってきてお風呂入った。急いで。そう、今日はねちょっと生写真撮影をしてきました。そうで帰りがねめっちゃ遅くなっちゃって、そうお風呂入ってもうパパッとご飯食べて、そうそう明日も朝早いから学校があって、だからもうでもなんか急に今日の朝急に雨降ってきて、そうなんか急に雨降ってきた。ザーって。そうなんかねずっと着たかったねバレンタインのあの衣装も着れたり、あんな衣装もこんな衣装も着れました。でその雨降ってたけど傘持ってなかったんですよ。そうだからもうフードかぶってそニット帽かぶってたから、ニット帽かぶってフードかぶって行きました。今日雨本当に降ると思わなくて、なんだか尻尾見れてよかった。おいだからありがとうってお見送り書き込んで、あ、ありがとうございます。ここ全力クルーターにボタン止めてもらってるの動画前、そうなんです。でリノさんのあのなんか憧れにはまだ遠いのやつは、あのなんか名前が出ないみたいな、この人このロッキーが書きましたっていうのが出ないって言ってたんですよ。だからあんなこと書いちゃったんですよ。でもあの急になんか YouTube 見たら名前出てて、え待って名前出ないってマネージャーさん言ってたやんみたいに言って、そうレイヤちゃんともね LINE してました。ずっとね名前出ないって言ってたよね。無垢デザイン気づきました。ありがとうございます。今日あんま寒くなく、そう寒くなかったけど雨でちょっとムシムシして、いやがっつり雨降り、えあのね天気予報見てなかった普通に。でもう出るギリギリまで寝てて、まだ30分で準備できるから一旦この時間まで寝てって言って、尊敬してる。えそうクリナさんといぶきさんとくるみさんで迷ったんですよ。でどうしようかなと思ってて、そうであのここでのボタンのことも書きたかったからくるみさんにしました。そうあとあザ・アイドルってもう感じだったから、そうで書いてたら結構長文になっちゃって、なんかみんな長文と思ってたんですね。だから長文にしないとと思ってで書いてたらどんどん長文になってて、そしたらみんな違ったから
な急遽夜も入ったけど楽しく、ありがとうございますね。お見送り最後らへんだったよね。昨日のつぼみ半丁目、あ、そうなんです、本当に嬉しかった、ありがとうございます。もう千秋楽も、私ね、あと3回なんですけど16、17が出ないんですね。で17のここ点は出させていただくんですけど、16、17の希望つぼは出ないから、もう千秋楽とかしか、だから通常公演がこの前で終わりだったっけ、あれだっけ、え、違う？もう一回ある？あれ18とかあって、あ、なかったかな。クーさんがハンちゃんのお宝の帳簿すごい良くない、嬉しい、ありがとう。そう、あのね、本当に書いてたらすっごい帳簿になってびっくりして、自分でも。そう、くるみさんとまたお話しして、そう、くるみさんにね、今度前髪をしてほしくて、そう、あのね、最近めっちゃね、こう薄くしてここだけ残してるんですけど、DMM でうさぎのうちはめっちゃ長、え、そう、めっちゃ長かった、耳が。カレンダーか悪魔です。でも今度ご飯行きます。カレンレン本当に本当にね、悪魔だったの。もうハンちゃんもみんな着替えてて、私以外だから、なんで着替えてんのって言ったら、え、12時開演だからだよって言って、今日変更なってたって言って、ハンちゃんしっかり書いてて、すごかった、ありがとうございます。もう時間かけて描きました。ふうなちゃんと衣装、ここてんのオープニング衣装がいい。あの、一緒にね、前クリナさんと一緒にそれで大分の動画撮らせていただいたから、そのあのここてんのオープニング衣装で、だからオープニング衣装がいい。そうそう、しわかに、え、だよねハンちゃんの返信メール今日で450通を超えちゃう、すごい、ありがとうございます。いつもね、いっぱいありがとうございます。千秋楽ね、もう一生見れないのでね、生では希望つぶを見てください、ぜひ。渋井ちゃんと一緒にドッジボール、でもね、前私誰だっけねロッキーの、結構前なんだけど、ロッキーのグループラインにで、みんなとテレビ電話じゃない、通話をしてたんですね、電話を。でその時みなちゃんと私と、あと誰入ってた、リチャキとかユイナとか入ってて、で弟が、私の部屋でその電話をしてて、そしたら弟が入ってきて、誰と電話してんのって言ったから、あ、ロッキーとって言ったら、あのハナの弟でって入ってて、そうで、ミナちゃんとなんか結構話してた気がするんだよね、電話で。そう、ロッキーのグループラインの中で、
渋井ちゃんミナリナみたいに先輩そんたりするいたずら、でも渋井ちゃんめっちゃいたずらする、ねねさんとか。ゆうなイジって面白かった、ありがとうございます。そうゆうなさんにね、ゆうなさんといつもあのパジドラの時はあの衣装場が隣なんです。昨日の行きたかったんです、でもパジドラがあって、話し会でオンラインの時相談したいのでたくさん取る、ありがとうございます。皆さんもぜひお話し会とかオンライン握手会来てください。そうカレンネに仕返ししようと思ったんですよその日に。そしたらリンリンリンカからあんちゃんは嘘下手くそだからって言われて、そうすぐ顔に出るから本当にあんちゃん下手くそって言われた。まえちゃんは三流イベント中心に誘、あ誘いました。くるみちゃんがね好きなの一緒だったから。最後後ろの2人見た目怖いな私なあ私なんかサングラスとかねかけてる人もいたし、休めなの DMM ライブで千秋楽見ます、ありがとうございます。千秋楽見てください、絶対見てください。お見送りで悪魔にも100回おめでとうなんか声かけてしまう全然だって100回だもん。そう弟くん、私の弟とがあのスポーツオーバーハートの時一緒に走ってたんですけど、そうみなちゃんと結構話してた。はんちゃんとレイヤーだけ、そう私レイヤーちゃんだけ書いてた本当に。だから今日あの撮影の時間が一緒でずっといろいろ話してた。壁車の前でバケツかぶって写真撮って、あ見ました、見たよ。あんちゃんゆうなさん、ゆうなさんフォローされてるかな、ちょっと見てみよう、チェックしてみます。年明けのお話が初めてはんちゃんと話す、おありがとうございます。年明け楽しみにしてます、ありがとうございますヒルマよりも気づいたはんちゃんずっと見てて、ありがとうございます嬉しい。昨日あれ昨日はジュエルは赤しましで、パジャドラは尻尾しました。やっぱり誘ったのはんちゃんや、そう私です、誘いました。やっぱクリスマス、あ届いた、だから持って帰ってきた。あと皆さんのねお手紙も持って帰ってきました。後ろの鍵、あこれはなんだっけ、もう発売はされてないんですけど、なんか福袋のやつ、これは私伊原ハンナです。かけてる、希望とつぼみ千秋楽リアル、そう
こもう間違いない、6時開演だからもう間違いない。もう間違いない、もう18時ってことは知ってるから。そう、独断となんだっけ、偏見、偏見ゲームだっけはね、司会をさせていただきました。初めて、もうゲームの司会を初めてしました。ゆなるきな X アカウントホール、あ、よかったよかった。でも個人アカウントができたらどうかわかんないから、ね、福袋はねいつ届くんだろう、でもねもうすぐ多分届くと思います。待っててください。ワンちゃん尻尾めっちゃ可愛かった、ありがとうございます。高速が事故がなければ、あ、確かに。でもさ、なんかあの高速で行ってもさ、電車で行ってもさ、なんか事故でっていうのあるしね、どっちも。だって前もね電車乗ったらなんだっけ、止まった、あの遅くなったみたいな誰か言ってた。そう、なんか事故でね言ってた。ジュールの歌いです。お、ありがとうございます。オープンのカフェの、あれね、なんだっけ、ボイトレさせていただいたときに、オープンのカフェって言ってって言われたんですよ。そう、だから言いました。そう、ジュエルのちょっとボイトレをね、公演始まる、研究成功始まる前にしたんですよ。そう、その時にねちょっと「なんか英語みたいな感じで」って言われて「テーブル」とかって言われました。収穫したくるみトレーナープレゼントです。おー、ありがとうございます。はっちゃん公園中で、でもね前にね50回だった気がする。今何回か分かんない。何回だろう今。いつも使ってるいつも使ってる電車いつも止まる。でも嫌だね、止まるとか嫌だよね。今度時間あるときにタント行ってみて。タント、なんかね、なんだっけ、ロッキーとかとなんかご飯行こうってなってるんですけど、あのリチャキとかねご飯行こうとかなってるけど、なんかまだ時間もあれだし、あとなんかどこ行けばいいか分かんないから、そう、おすすめなとこねぜひまた教えてください。ネットフリックスもねちょっと興味よっかなって思ってる。そう、なんかリチャキとかずっと行こうって言ってるけど行けなくて。渋谷会までに届いたら会えます。あ、私の会えますかね、ありがとうございます。まだまだ仕事、あ、頑張ってください。頑張ってください。明日2公演、
あ、昨日実行は楽しかった。次は14日の個展、あ、ありがとうございます。そう、14日と17日にね、個展出演させていただくので、ありがとうございます。明日は、明日の配信は朝の7時15分からします。7時15分。キュバンツメ君一度見に、あと見に来て、あと 3,4 回しかないので見に来てください。待って、くしゃみ出そう。あー、もう出ない。うわ、最悪、くしゃみ出そうなのに出ないのが一番嫌だ。大分ってあんま雪降らないので、スキーもしたことないです。でもスケートはしたことある。あの幼稚園の時、小学校の時、木島高原パークってとこでね、したことある。あ、何？ちょっとずらして。ずらした。ずれた？うん。画面ずれた？うん。はい、ありがとう。話せ。うん。うん。あ、じゃあ待って。あ、はい。いただきました。マンゴー、私の推しドリンクのそう、最近ね、最近っていうか、まあ前からでなんですけど、私の推しドリンクをね、家で作ることもあって、マンゴーの、ま、こぼしたらマジでやばいから、うわーってされる。まあね、夜更かしはしないです、安心してください。今から雪の、あ、頑張ってください。いや、ここで行く、ありがとうございます。なんか久しぶり、ここでクリスマスコン始め、あ、私出るか分かんない、クリスマスコン。なんちゃ、今のところ劇場73、おお、結構出てるね、73回。昨日の公演が楽しかったので今週も頑張ってください。ワイリン、ワイリン、ああと12月20日の社服来てください。リンリンリンカとゆりさんとお芋さんと私でやらせていただきます。そう、あのね、シングルの、発売日とちょっと被っちゃうんですけど、次はんちゃんに会えるの社服で、お、ありがとうございます。希望壺5回入る、おお、すごい、ありがとうございます。そう、希望壺もね、ちょっと少なかった、多かったか、多い評価。12時4日にはしないです。お、こんにちは。ああ、え、これ、え、こうか、え、大丈夫です。あんちゃんコースターゲット、あ、自分ですごい、自分で引いたの、さすが、すごい、ありがとうございます。私も自分の持ってる、あっちに。
今月おしゃべり会、仕事休めかぎり、おおしゃべり、確かにおしゃべり会、お仕事の方もいるしね。まあちょっとでも来てください、来てください、来てください。はんちゃん何アイスが好き？アイスの海とか、抹茶のモーとか。はんちゃんの鬼没を見れるの昨日が最後だったよ。4回目に、おーありがとうございます。昨日パジャドラ最前だったしね。昨日の席30番台でした。サイン当選30番台が多かったの。確かにだって33、31って当たってたもん。私もびっくりして、130から33、31って、だから32来るかとか思ってたけど。なんか続く時多いよね、20番台とか。キャナル行かず社服、うわ、ありがとうございます。社服チケット買って友人で行く、もうありがとうございます、嬉しい。今月のしゃべるかハンチに絶対会いたいから仕事頑張る、お、ありがとうございます、頑張ってください。ワイニー17日ここ店見に行く、ありがとうございます。ここ店今回は2回出演させていただきます。16日の鬼没場見、そう出ないんです。16、17は鬼没場出ないんです。出ないの久しぶり。全員千秋楽当ててください。もう皆さんも千秋楽来てください。もう一生に一回の、はあ、今ユイナから衝撃の LINE 来た。言えないかも、おもろい。会話がグループラインがあって、ちょっとおもろい、消せないか。あ、本当に？ちょっと止めたい。本当に無理。ほぼ毎日ピノと、いいな、私ピノの抹茶好き、抹茶とお芋好き。なんか言うな、いろんなスタンプとかさ、言葉遣いがおもろいんですよ。でもね、ちょっと皆さんにはまだ公開できないこと。ハンちゃんいるの16日の固定21社服おしゃべり会、あたいばせし、おい、ありがとうございます。皆さんおしゃべり会もね、ちょっと全完売を目指しておりますので、発売されたらね、そう全部完売目指してるので、ぜひ皆さん来てください。
セシラク行けないから昨日がラスト気持ち、ありがとうございます。お父さんもね一緒に。また販売始まったらオンラインとしゃべり会追加する、ありがとうございます。そう、お芋はね、なんか期間限定だった。そう、なんか希望壺がありますみたいなのをマネージャーさんから言われて、研究生公演がありますっていうのを前知らされてて、なんか1ヶ月限定みたいな言われてたんですよ最初。そうだから、ああもうなんかもう あと1回しかないんかなと思ったら、11月もあったり12月もあったりして、と思ってびっくりした。そう、1ヶ月限定でありますってこと。そうでも続くから、あ、めっちゃ続くんだと思ったんです。3月で給料確定したら、再販売で追加します。ありがとうございます。皆さんもね、販売出たらぜひ次につながるかもしれないので。昨日の企画コーナー面白かった、ありがとうございます。そういろんな企画をねしました。初めて希望壺でイコナちゃんのサイン当たったけどな、そう、なんかねもう 3,4 回当たってる人もいるの、すごくない？やばいんです。そう、もう 3,4 回サイン当たってる人もいました。なんかもう、またみたいな。キバツバスで良かったから、ファジャだと帰って誰でも、確かに先輩方もね一緒に出れてるかった。キバツバの階段入っちゃうの、そうジュエルとかねいろいろさせていただいたので、そう皆さんありがとうございます。キボツボ10回以上も、おーすごい、ありがとうございます。ルイボスティーさんと司さん、なんだっけ、雪の結晶ありがとうございます。てかコテッチャーとコーターさん、ハートありがとうございます。てか京子のごさん、雪の結晶ありがとうございます。てかクロちゃん、たくさん手紙ありがとうございます。てかコーターさん、クロちゃん、ハートありがとうございます。てかタカさん、クマありがとうございます。てかクワチさん、手紙ありがとうございます。てかハヤタさん、雪のだるま、雪だるま雪だるまありがとうございます。てかサシスセスさん、ハートありがとうございます。てかミヤリカさん、ハートありがとうございます。てかタワさん、ハートありがとうございます。さんちか、フランさん、ハートありがとうございます。さんちか、皆さんたくさんギフトありがとうございます。よしかずさん、ハートありがとうございます。さんちか、向井さん、誰もありがとうございます。さんちか、ファントムさん、ハートありがとうございます。さんちか、ではランキングを読みます。13位こてっちゃんありがとうございます。12位はんちゃん、みわりちゃんありがとうございます。11位クロ、11位福原さんありがとうございます。10位クロちゃんありがとうございます。9位ブラタダイちゃんありがとうございます。8位ターさんありがとうございます。7位ちかささんありがとうございます。6位ロンチさんありがとうございます。5位マサマサさんありがとうございます。
4位ハヤタさんありがとうございます。3位アキラさんありがとうございます。2位ヤスさんありがとうございます。そして1位はアンチャカちゃんラビットコウキくんです。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんギフトをね読めてなかった方すいません。明日は7時15分から配信なのでそちらもぜひ来てくださると嬉しいです。では終わります。今日は来てくれてありがとうございました。バイバーイ。